ジュルジェブダンあるいはユリエボは南スラブ人の祝日であり、セーゲオルギオスの日にあたるユリウス歴の4月23日がこれにあたる。ジュルジェブダンには多くのセルビア人の家庭がスラバを迎え、彼らにとって重要な祭日となっている。また、この祭日は古来よりの春の訪れを祝う風習を引き継いでいる。セーゲオルギオスは キリスト教の信仰を守るために殉教したとされており、ゲオルギオスを描いたイコンでは馬にまたがり、竜を退治する姿が描かれる。ジュルジェブダンは、セルビアやモンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナや、世界各地のセルビア人ディアスポラを含む、多くのセルビア人によって祝福される。クロアチアでは、カトリック教徒による聖ゲオルギオスの祝日、ユリエボがあり、 グレゴリオ歴の4月23日に祝福される。ユリエボは、クロアチアの田舎、特に北中部のトゥロポリエやゴリニャ・ストゥビツァなどで、主に祝福される。古来よりの伝統では、この日は、春の訪れを告げる日であった。この祭りは、松明が用いられる点で、北欧などで、春の訪れを告げる。古来の祭りであるバルプルギスの夜と似ている。トゥロポリエでは、ユリエボは、 スラブ神話と関連づけられ、五人の美しい乙女が選ばれ、スラブ神話の女神、ドドラを演じる。彼女らはこの葉を身にまとい、祭日中歌い続ける。コソボ南部に住むゴーラ人もこのジュルジェブダンを祝う習慣がある。彼らはスラブ人のムスリムであり、オスマン帝国統治下の18世紀にグロボチサ周辺で正教会からイスラム教に改修した人々の末裔である。 改修後も、キリスト教徒であった頃の文化を一部受け継いでおり、ジュルジェブ団も残っている。教会法上の正当性が広く認知されていない、モンテネグロ正教会でもこの祝日を祝っている。ジュルジェブ団のある4月23日は、旧ユーゴスラビア地域のロマの間でも重要な祭日であり、ロマ語では、エデルレジと呼ばれる。ヘルデリエズ、エルデレジ等とも呼ばれるが、 その語源はトルコ語のフドレルレズである。エデルレジは春の到来を告げる祭日として彼らの間で最も大切な祝日である。この日、ロマの伝統では彼らの家々に花や花のついた小枝を飾り春を迎える。入浴にも花を持ち、教会の泉で手を洗う。そして家の壁を洗い春の訪れに備える。祭りの当日には 羊肉を食べることが一般的である。ロマ音楽はこの祭日には書くことのできないものである。エデルレジの日には舞踊や歌唱、そしてブラスバンドの演奏が見られる。セルビア、スタリラスにあるジュルジェビストポビ修道院。セイゲオルギオスを記念して12世紀に、セルビアのオーステファン・ネマニャによって建てられた、聖教会の修道院であるボスニア・ヘルゼゴビナでは、 主要な宗教的祭日は、信仰を違える者も,も含めて、すべての民族で祝福されているが、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の崩壊、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の中で、宗教的祭日が、宗教の違い、民族の違いを示す指標となり、民族主義的なアピールに利用されるようになると、そうした伝統は衰えた。ローマ・カトリック教会のクリスマス、聖教会のクリスマス、 そして二つのイスラム教の祝日は全ての民族で認知されており、ジュルジェブダンも同様に正教会と関連が強く、従ってセルビア人の祭日とみなされていたが、宗教の異なる他の民族でもこの日を祝う習慣がある。メシャ・セリモビッチの小説、死とダルビーシュでは熱心なムスリムである主人公がこの祝日を危険な異教の暫止だと主張するが、 物語の終わりに街ですべての民族がこの日を祝っている。ジュルジェブダンはセルビアの楽曲の名としてもよく知られている。この曲はロマミニオーエデルレジのカバー曲であり、ユーゴスラビアのロックバンドビエロルグメによって1988年に発表された。ありがとうございます。